ポトツキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、政治家、作家、芸術の支援者、美術収集家、伯爵。イグナツ・ポトツキの弟。ルブフの大官で、リトアニア砲兵隊長官だったエウスタヒ・ヒポトツキ、伯爵の四、男として生まれ、1776年6月2日に、王官領区内長官。 スタニスワフル・ボミルスキ公の三女アレクサンドラと結婚した。2位、イグナツィもアレクサンドラの長子と結婚しており、この二重結婚は、ポトツキ家とチャルトリスキ家の指導する党派、ファミリアとの結びつきを築くものであった。ポトツキは1780年にローマを訪れた際、画家ジャックルイ・バビッドに肖像画を描かせた。彼は、兄と同じく、 ワルシャワの貴族学院を卒業し、後にビラヌフで、ポーランドの文学と芸術を学んだ。ポトツキは1781年から1784年まで、王官僚副大前官を、1792年より、王官僚陸軍中将を務め、また4年議会においてもルブリン選出大議員として、出席し、愛国派の指導者の一人として活動した。 中将として5月3日憲法を守る五権戦争であったロシアポーランド戦争にも参加したが共和国側が敗れると国外に亡命し1797年に帰国した。ポトツキは1800年科学友の会の共同設立者となった。1807年にナポレオン・ボナパルトによってワルシャワ公国が建国されるとポトツキは 統治委員会の委員の一人となり、教育部門の責任者に任じられ、初等教育の充実に力を注いだ。1809年には、彼は国家評議会及び大臣評議会の議長となった。広告が消滅して、ポーランド会議王国が成立した後も、1818 18年より1820年まで、元老院議長を務めたが、 政教分離主義を主張した際に保守派と教会に疎まれて罷免された。ポトツキは若い頃にイタリアで古代遺跡の発掘活動に勤しんでおり、1779年にはラウレントムで、1785年から1786年までは脳裏で発掘に従事した。彼はまた芸術、特に絵画や挿絵付きのアンティーク陶磁器の収集で知られた。 ポトツキのコレクションは1805年にビラヌフで公開されたが、これはポーランドにおける初期の美術館の一つであった。ポトツキは元老院議長職を追われた翌年の1821年9月14日に死去し、ビラヌフの教会に埋葬された。ありがとうございます。